9番の中村博史がじっくりと今日も貯めて、今日は本領発揮なるでしょうか。それを突っ張ねるようにして中段で3番の藤井英治、南関東ライン3番手に4番の土屋雄二、連勝ゴールなるかどうか。前段は依然7番の山本尚西日本ラインですが、中段の取り合いとなりそうで、3番の藤井英治、2番桐山に出させません。残り2周回、山本尚を切って3番の藤井英治が先行体制に入るか。中段で7番の山本尚は今度は2番の桐山を警戒しています。縦長となりました。ピッチが上がって3番藤井英治先行体制で残り1周半を切りました。中段に7番山本尚西日本ライン、そして7番手から行く2番の桐山慶太郎です。じわりとペースを上げて3番藤井英治ペース掛けに持ち込みます。車間を切っているのは5番の河村浩二、8番坂上忠勝のマーク陣、残り1周を切って4番手から7番の山本尚が先にまくってくる。5番の河村浩二が合わせるようにして、さあ7番の山本を止めています。番手発進、5番の河村浩二、1番の坂田翔が追走して、さらに2番桐山慶太郎、と9番中村博士が追い込んできた。さあ前は5番の河村浩二、切り替えた1番の坂田翔が2番手争い、さらに2番の桐山慶太郎と、内は9番中村博士ですが、5番の河村浩二ゴールイン、連勝ゴール、5番の河村浩二です。